皆さんこんにちは。元参院議長で宝塚歌劇出身の女優だった扇千景さんが9日午前7時56分食道移設後部がんのため都内の病院で亡くなったことが分かりました。今回はそんな扇千景さんの経歴などを掘り下げてご紹介していきます。まずは扇千景さんの簡単なプロフィールから。本名林博子、生年月日1933年5月10日、身長不明、出身地兵庫県神戸市、最終学歴兵庫県立神戸高等学校宝塚音楽学校。扇千景さんは1954年に宝塚歌劇団に入り、八千草薫さんと共に映画戦火に編入され、同年に映画「解決高」で女優デビューしました。1957年に退団し、翌58年に歌舞伎俳優中村扇雀と結婚。1年後にドラマ「君は今何を見つめている」で復帰し、芸術祭個人奨励賞を受賞。その後もドラマ「玉ゆら」や映画「神々の光欲望」などに出演し、1973年から1年間フジテレビ系「3時のあなた」の司会を務めました。富士フィルムの 8mm カメラ CM で「私にも映せます」のフレーズが人気を集めました。夫の坂田藤十郎さんは上方歌舞伎を復興させるため尽力し、近松門左衛門の作品を学び直すため劇団近松座を結成するなど活動は多岐にわたりました。役者としては偉業を残しましたが、女性関係はスキャンダラスだった坂田藤十郎さん、扇千景さんともできちゃった婚だったと告白しています。それでも夫婦は最後まで仲睦まじかったようです。坂田藤十郎さんの出演する劇場に姿を見せ、ひいき筋の来客などに対応することもありました。2014年には創立100周年記念で創設された宝塚歌劇の殿堂で最初の100人の一人として殿堂入りを果たします。その後の2016年に扇千景さんは検査で乳腺にできる初期の乳管癌と診断され、癌の部分切除手術を受けています。術後の放射線治療を19回も受けましたが、坂田藤十郎さんは地下鉄に乗って見舞いに通ったといいます。しかし2020年11月12日に坂田藤十郎さんが亡くなられました。坂田藤十郎さんの死因は老衰とのことですが、頸椎圧迫骨折で2020年1月に入院していました。さらに3月にはパーキンソン病の疑いが生じ、リハビリを続けている状況でした。インターホンから取材を受けた扇千景さんによると、最後の面会で夫は寝たきりの状態になったことを誤っていたそうです。翌日、病院から連絡を受け扇千景さんが駆けつけた時には、すでに意識がありませんでした。そのまま眠るように息を引き取った坂田藤十郎さん。入院先を地方公演中に滞在しているホテルだと思い込み、最後まで舞台の話をしていたそうです。翌2021年10月に都内で行われた忍ぶ会では、やっと皆さんにご挨拶できます。芝居のことしかわからない人でしたが、皆さんに愛されました。芝居好きな、芝居の人生でした、とコメント。さらに、ずっと遺骨がうちにありまして、朝から晩まで出られないんです。この人がいますから、何かにつけて涙、涙ですが、私もしっかりしないと。遺骨でもいいからいてくれれば嬉しいんですが、明日納骨するので覚悟を決めないと、寂しくなります。と何度も涙を拭っていたと言います。役者人生を全うした夫を、扇千景さんは愛おしむように、振り返りながら取材を受けました。夫婦はハワイにマンションを持っており、長期休暇にはそこでの滞在を楽しむのが恒例でした。2020年は坂田藤十郎さんの入院やコロナの影響もあり、実現しなかったハワイ行き。次男の中村扇雀さんは父の王骨を持ち運び可能な容器に入れ、また一緒にハワイに行こうと扇千景さんに話していたようです。そんな扇千景さんですが、過去に長門博之さんともお付き合いがあったようなんです。2008年4月著名人が半生を振り返る日経新聞の私の履歴書で扇千景さんが連載を開始。そこで当時まだ存命だった俳優の長門博之さんとの恋が綴られました。二人が共演したのは宝塚映画解決高、
一緒に喫茶店に行くと長戸博之さんが3年過ぎたら結婚しようと言ったそうです。長戸博之さんは派手な女性遍歴で知られ、諸所陽子へ長戸博之の愛の落書き集では関係を持った多くの女優が実名で記録されています。扇千景さんとは熱愛を経験するものの、彼女の結婚で自殺まで考えたといいます。しかし扇千景さんによれば、長戸博之さん側が彼女に振られたと周囲に伝えていたことを知り、腑に落ちないまま結婚を諦めたそうです。悲しみに暮れたのでしょうが、時間を経てようやく冷静に当時を振り返られるようになったのかもしれません。では次に扇千景さんの宝塚時代について見ていきます。高校時代は大学進学を父の反対によって諦めた扇千景さん、ある時友人によって勝手に宝塚音楽学校に願書を送られますが、父への反発心から受験、51人中4位の成績で見事合格し、その後歌劇団には41期生として入団しました。初舞台は1954年の春の踊り、同年に八千草薫さんと映画戦火に編入し、以降は銀幕のスターとしても知られるようになります。2年後にはミュージカル夜霧の女で伝説の男役スター春日野八千代さんの相手役を務めます。この時演じた盲目の少女ジェニー役で新人演劇賞を受賞しました。1957年、当時の中村扇雀だった坂田藤十郎さんとの結婚を機に退団、一時は芸能活動から遠ざかるものの、1959年にドラマ君は今何を見つめているで復帰、以降はドラマ出演を多くこなし、ワイドショー3時のあなたの司会も務め、お茶の間に知られました。偶然の成り行きで入った宝塚でしたが、確かなスキルとファンの心をつかむ魅力があったことは間違いないでしょう。その後1977年7月参議院議員の通常選挙に自民党公認候補として立候補した扇千景さん、見事当選を果たし女優から政治家へ転身します。第二次森改造内閣で建設大臣兼国土庁長官を務め、森内閣のイメージアップにも貢献、中央省庁再編後は自然な流れで初代国土交通大臣に就任しました。初会見で自身を扇の要と語ったことは有名です。以降小泉内閣でも国土交通大臣を務めています。鹿児島線列車追突事故では鉄道会社を相手に指導力を示しました。停止信号下に列車が進入できる、いわば無閉塞運転存続を主張する鉄道会社に対し、指令許可なしでの運転禁止を決断させています。国土交通大臣としても高い手腕を発揮した扇千景さん、宝塚歌劇の殿堂に殿堂入りし、大劇場内には国土交通大臣時代のプレートも収められました。宝塚から政界へ華麗なる転身を遂げた珍しい存在といえますね。では扇千景さんの息子と孫を見ていきます。長男は歌舞伎俳優の4代目中村鴈治郎さん、次男は3代目中村扇雀さんです。一族の屋号は聖駒家で知られています。長男の鴈治郎さんは1959年生まれで、67年の歌舞伎座公演紅梅曽我にて一万丸役を演じ初舞台を踏みました。当初の名前は中村友太郎で、初舞台の時は小学校3年生、歌舞伎一族にとって小学校3年生での初舞台は遅めでした。当時幸太郎という名だった弟の扇雀さんと一緒に初舞台を踏むため、弟が小学校に入るタイミングを待つことになったそうです。幼稚舎から大学まで慶応義塾を卒業した鴈治郎さん、1995年には5代目中村鴈雀を名乗りました。20年後には4代目中村鴈治郎を襲名、4年後には紫綬褒章を受章しています。歌舞伎のみならず、1978年には朝ドラおていちゃんに出演し、テレビ業界にも進出、2020年に放送開始した朝ドラおちょやんでは松竹の白井松次郎をモデルとした大山鶴蔵役で出演しています。次男の扇雀さんは兄と同じく67年の紅梅曽我で初舞台を踏み、95年に3代目中村扇雀となりました。お山として活躍していますが、扇千景さんに似た面立ちで
女装しても母親そっくりで違和感がないようです。また芸能事務所は葵コーポレーションに所属、大河ドラマ天と地とやサスペンスドラマなどに出演しており、テレビで見かける頻度は兄よりも高い印象があります。次に扇さんの孫には鴈治郎さんの息子の中村和太郎さん、千尺さんの息子の中村虎之助さんがいます。1990年生まれの和太郎さんは子持ちやマンバで初舞台を踏みました。2016年にはアニメ映画君の名はに登場する巫女舞の創作を担当しています。虎之助さんは1998年生まれで、3歳の時に歌舞伎座公演老弁杉の由来で本名の林虎之助としてお目見え、2006年に名木仙台萩で中村虎之助を名乗り初舞台を踏みました。2015年には右目の烈行腹性網膜剥離で救援し手術を受けていますが、2023年現在は回復し元気に過ごしているようです。いかがだったでしょうか。今回は扇千景さんについてご紹介しました。ご冥福を心からお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。